はい、本日はですね、僕が持ってるリュックをですね、全て紹介していきたいなというふうに思います。ということで、これからですね、今ちょうど春やから新生活に向けてリュック買おうかなとか、どんなリュックがいいかなとかって迷ってはる方もいらっしゃると思うんですよね。で、まあ見た目は分かったけど、背負った感じの雰囲気見てみたいねなとか、使ってみてどうなんかなとかっていうのをね、そういうの知りたいなっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、今回僕が持っているリュック2、4、6、8、9点ございます。下にもちょっと2つあるんですけども、まあ、僕が普段使ってるのが下にあったりするんでね、それをねご紹介させていただいて、4月以降の新生活にね、どのリュックが向いてるかなっていうのを見てもらおうと思いますので、本日の流れとしてはですね、とにかく1点ずつ背負っていったり開けていったりして、いろいろお話ししていこうと思います。で、まあ電車を通勤してるというイメージでね、あ、これ電車通勤の時こうですよねとか、スーツの方やったらねこんな感じでいいですよねなんていうことをねお話ししていこうと思っておりますので、9点ねご紹介していこうと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、まず1つ目というのがですね、こちら定番のリュックなんですけども、こちらミステリーランチというブランドなんですね。ミステリーランチというと、アメリカの米軍でも使われてる、これ男好きなんですね。米軍で使われてるっていうだけでですね、あ、なんかかっこええなっていうことでね、興味出てくるかなと思うんですけども、ちゃんと細かいところまでね、米軍で使われてるだけあって、こう止水ジップを使われててね、雨が隙間から入ってきませんよなんていうようなね作りになってたりします。ただこの辺バック系ってね、全部そうなんやけども、ベトナムとかで作られてることが多いんですよ。だからベトナム系のねリュックって、もしかしたら今ちょっとコロナの影響とかでね、生産が追いついてないかもしれないんですけども、まあちょっと背負った様子見ていってもらいましょう。こんな感じです。比較的ね、上に重心があるようなイメージかなと思うんですけど、ワンポイントね、ミステリーランチってこうロゴが入ってますね。そしてね、この前にカチャンって止めるやつあるじゃないですか。僕今まで電車通勤するときは全く何とも思わなくて、こんなんいらんやんと思ってたんですけども、僕チャリンコでね今ここまで通勤してるんですけど、チャリンコの時にねこれカチンってつけるじゃないですか。めちゃくちゃ安定するんですよね。カバンがもう一切揺れへんくなって安定するんだけども、これ外してたらチャリンコの後にこう揺れるんですよ。安定せへんからね、これめっちゃいるやないかいと思ってね、結構僕重宝してるんですけども、ここカチンって止めれますよと。もちろんサイズもギュッて締めたりもできますのでね、まあ、こんな感じが、ミステリーランチのバッグになっております。まあ、中をね開けてみると、開け方としてはね、この Y 字のチャックをギュッて引っ張っていって、そしてこれで上が開いて、 Y 字の下側をねグーッと開けていくと、こう全開にねなりますよと。で、中にはね結構収納とかが、こういう細かい網目のメッシュのやつが両サイドにあったりだとか、あとメインのねこう PC 入れるようなねところがあったりだとかするんですけども、いかんせんこれレビューの時も言ったけど、ジップが硬いんよ。ギュッてこう結構硬さがあるから、気軽に開けるって感じではないから、まあその辺も米軍仕込みなんかちょっとわからんねんけども、ちょっと硬いなっていう印象はあります。まあよく使うのとかはね、この上にねつけておけばいいかなと思うので、電車乗ってる時なんかはこういうスタイルですよね。常識のない人はね、満員電車言うてんのにこのままこうやって乗ってきてグイ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 来る人おるんですよ。そんなんは嫌がられますので、僕のリスナーさんはやらないように気をつけてくださいということで、もちろんやってないとは思うんですけどもね、こうやって前にやります。その時にね、この目の前にこうジップが来るので、まあちょっと定期とかここ入れたりとか、あとまあスマホここに入れとくとか、鍵入れとくとかっていう使い方もできると思うんですけど、これまずミステリーランチ、このペースで喋ってたら終わらんよ。次いきます。アークテリクスのブレード20やったかな、そんな名前です。比較的さっきのに比べると、ちょっとビジネスシーンとか大人が使えそうなイメージのシュッとしてる感じですよね。で、ブレード20ということなんで、まあ20リットル入りますよということでね、だいたいリュックの大きさって20リットル入ったらまあまあ十分じゃないですか。まずは表面のところにね、一番手前のところにチャックがこう奥まで行くチャックがある。で、次に奥のチャックはさらにまたガバーと広いと。そしてやっぱリュックといえばアークテリクスって言うだけあってね、こういう細かいところ横側に細いもの、例えば財布とか手帳とか、あと書類とかピュッて入れるっていうのももちろんできますし、この小さいところはね、次鍵を入れたりもできるというような仕様になってるんですね。鍵は入るのかな、入りましたね。ちょうど iPhone ぐらいかな、こう iPhone がねサクッと入るぐらいのスペースがちょうどあると。まあ大きい iPhone でも入るんちゃうかな、多分ね、こんな感じだと入るんやと思いますけど、こういういかにもねビジネスっぽい感じですよね。じゃあこうやって背負ってみたらどうなんかというと、こんな感じです。やっぱさっきよりは結構綺麗な感じですかね。スーツスタイルでも合うし、もちろんカジュアルでもね合うかなと思うんですが、ちょっと気になるところとしてはね、このリュックの背負うとこのクッションがちょっとこう薄いかなっていう感じはしますね。あとでもね紹介するんですけど、アークテリクスのね同じブランドのアローってやつとかはね、これぐらいのね
クッションがあるんやけども、今紹介したブレードはねこれぐらいしかないから結構ちゃいますよね。同じブランドやねんけども、よりスタイリッシュに見えるために薄くしてるのかちょっとわからないですけど、そんな感じでした。あと隠し扉がありましたね。この背面のところのここに隠し扉がありますので、ここにまさに定期とか財布入れるんだな、まあ、定期は入れへんか、財布ですね。財布入れとったらねパクれることないから、こうピュッて入れといて背中で隠しとくと、なんか使いやすいんか使いにくいんかわからんような感じでね、持ってはる方いらっしゃったら使いやすいよとか、これ使いにくいよとかいろいろ教えていただければいいかなと思うんですけど、ではね3つ目、とは言いながらもね、俺ノースフェイスで綺麗目持ちたいんやっていう方はねもうこれしかないと思います。ノースフェイスのね、なんていうモデルか名前は忘れましたけども、おそらくここにも出てるでしょう。こちらのバッグはね、まあやっぱり比較的綺麗めな作りになってるんかなと思うんですけども、さっきのブレードよりさらにこの持ち点とか薄いです。だから負担っていうところで考えると結構負担かかってくるんちゃうかなとかって思ったりはするんですけども、まあ、見た目的にはこうスタイリッシュな感じで着れるから、持てるから、まあ、さっきのブレードであったりだとか、これシャトルやったかな、ちょっと忘れたけど、このノースフェイスのバッグであったりとかっていうのは持てるんかなと思います。手前のところにはまあこの辺とか鍵とか財布とか入れるんかな、財布はちょっと危ないか、入れて2階建て仕様になってるから、次上もあって、上は上でね、まあ、こんな感じで入れれたりするので、まあ、小物入れとかも充実してるし、さらにメインどころが2つあって、一つは手前のところ。あ、やっぱりシャトルだ。ここにシャトルって書いてました。シャトルですね。そして奥は、これは PC かな？ PC ケースとか iPad とか入れると思うんですけど、ちゃんとクッションとかもね、ついてあって入れれるようになってます。ほんまにこうビジネスに特化したような感じのね、バッグかなと思いますが、これがシャトルでしたね。そして次がですね、同じくまたビジネス系なんですけど、これが一番防水性が高いかなと思います。しっかり防水機能もついてて、まあまあ綺麗めな感じです。ただ背面がちょっと弱めかな。こうしっかりやるっていうよりかはちょっと柔らかい感じになってるから、まあ、この辺がね好みは出てくるかなと思うんですけども、ジップとかに関してもねちゃんと止水ジップがこう使われてるし、生地自体もこう防水のね生地が使われてるというような感じなんで、なかなかリュックって雨にね対応してるやつ結構少ないんですよ。だからまあその辺もね気になるところかなと思うんですが、背負った感じはまあこんな感じですね。まあ同じく綺麗めなイメージで持てるんかなっていうのがバッグですね。次はねビジネスじゃなくてもう思いっきりカジュアルでしか俺持たんから、カジュアルで行きたいねんとかね、いや大学の授業やからもうこういう切れ目いらないねんっていう方はね、まあ、こういうのもねノースフェイスから出てますよね。デイパック、もうこれ一番よう定番のやつよく見るねって言えばこのタイプなんですよ。ちなみにこの柄、バンダナ柄っていうのは確か2020年モデルやからもう今はないと思うんですけども、まあ、ブラックであったりとかっていうのはねよくよく見かけるタイプなんでかって言ったら、こう横とかにもねこうなんでかってどういうことね、このペットボトル入れれたりとかもできるし、さらにこうなんか背負ってる感じとかもねザ・リュックって感じするじゃないですか。ザ・リュックって何かわからんけども、なんかザ・リュックな感じするでしょ。で背面なんかはねこう汗とかかいた時にも考えられて、こうメッシュでね作られてたりするっていうところもあるので、こんな感じがねデイパックになってるんかなと思います。ホットショットっていうデイパックや、そうやさ思い出した。この手前のところはねこんな感じでちょっと細かいポケットとかがいっぱいあって、奥のところはメインのねバッグのところになってます。なんかもちろんパソコンとか iPad とかも入れれるし、基本的にはこの2つが収納やから分かりやすいといえば分かりやすいですよね。どこに何入ってるか、細かいものは前、ガスッと入れるときは、奥みたいな感じでね入れれるので、本当にこれも定番ですよね。ずっと昔からあるようなバッグで、同じくねカジュアルで行くんやったらね、ノースフェイスのデザイナーがデザインしたリュック、こちらです。僕が普段使ってるねブラックエンバーって言って、もともとノースフェイスのデザイナーさんやったんやけども、辞めて独立してブラックエンバーっていうのを立ち上げたんですけど、まあノースフェイスがこういう服とかに合いやすいね作られてるようなバッグです。これはフォージっていうモデルでね、これも防水なんですよ。だからいちいち天気とか考えんでもいいんですね。で大事なも入れてても濡れないというところで僕はもう重宝してるんですけども、この前にね、温度計のキーホルダーがねついてて、これは別に特に意味はないんですけども、今のねこの部屋の温度がだいたい10度ということで寒い中撮影してるんですね。でここ開けていくと、ドリンクね、僕アイスコーヒーコンビニで買うので、その時にねチャリンコ乗る時にねこうやって持ってた、寒いからこれにぶら下げて持つと、でこれをこうやってすぐ取りやすいようにこうやって出してるという感じですね。で次のとこキュッて開けていくと、バックインバックしてるんですね。ボディバッグを中に入れてたりだとか、あとね筆箱を入れてたりするんですけど、まあ、こうやって入ってると。そしてさらにこの奥側にはPC とか、iPad とか入れれるようなスペースがあるんですけども、このブラックエンバーのね僕が一番好きなところは何かっていうとね、まあさっきも言ったけどこの前カチン
って締めれるのって大体こう金具みたいな感じで締めるんですけど、これ磁石なんですよ。だから近づけていくと勝手にパチンってはまるんですよね。で外す時もここポッと押してあげたらもう勝手に外れるし、またパチンって勝手につくから、この辺がねいちいちこう出し入れするっていうのじゃなくて、あとは磁石でパーンってひっついたりするので、この辺結構好きなんですけど、こうやってたらねもう全くブレだからね、僕はこれを使ってるんですけども、それでもねたまに同じくブラックエンバーのね、違うモデルを使ったりすることもあるんです。もちろんこれも防水でね使ってて、こういう止水ジップが使われてて、表側はこの半分1階建てはねこういうなんかちょっと細かい入れるものがあったりだとか、あとはもうメインとかなんですけどね、メインはこんな感じでガバッと入れれるようになってたりするんですけども、でさらに中でね収納をね分けていくというようなねスタイルにもなってるんですけど、これも同様に前はねマグネット磁石でパチーンってひっついていくからね、もう付け外しが楽ちんなんですよ。でまあイメージ的にもね、どうですか、結構合うじゃないですか、私服とも合うし、まあこれやったらまあどっちかってまだ綺麗めなんかないけたりもすると思うんですけど、僕がねブラックエンバー2つあるうちでね、なぜこっちのガチャガチャしてる方を持つかというと、細かい荷物多いんですよ。だから細かい荷物でね部屋いっぱいあった方がいいんですよね。これどっちかって部屋少なくて大きい荷物をドカンと入れる、もう2リットルのペットボトル入れますせーとか、お弁当入れますせーとか、赤いキツネと緑のタヌキ入れますせーとかっていう人はこっちでいいんやけども、なんか僕みたいにこう充電器入れたりとか、ノート入れたりボディバッグ入れたりパソコン入れたりって、こう細かいものがいっぱいある人はねこっちの方が収納が多いので、まあ僕は個人的にこっちの方が好きなんですけど、僕の荷物でねこれを入れちゃうとね、こんな感じでごちゃごちゃしちゃうんですよ。でどこに何があるかわからんくなっちゃうから、いいめっちゃいいんですけど、僕の生活に余ってないというところですね。で次にまだカジュアルなとこありますよ。やっぱりアークテリクスを語る上でこれは外されへんやろっていうのがねアローですよね。でこのアローモデルっていうのがリュックもあればボディバッグもあるしっていうことで、さらに女性用のもう一個ちっちゃいやつもあったりするのでね、ご存知の方多いかなと思うんですけど、なんかここにゴミついたんだ、何のゴミかわからんけどついてあるけど、こうやって止水ジップ使われてるので、これもねここだけに関しては防水なんですよ。ただこの横の部分とかは別にナイロンやから防水じゃないんですよ。なんか中途半端といえば中途半端なんやけど、前だけ防水、後ろは濡れちゃうよみたいな、なんか前から見たら服着てるように見えるけど後ろから見たら全裸みたいな、なんかたまにあるじゃないですか、そんな感じ。もう前は完璧やねんけど、いや横から後ろから見たらちょっと濡れますよねなんていうことなんですけど、これもね結構使い勝手よくて、この横側とかにボトルピュッて入れれるスペースがあったりするのもそうやし、僕のカメラマンもねこれ持ってるんですけど、ここに三脚とかもぶち込めるんですよ。三脚ぶち込んで、ほんで前は防水やからね、前にこうバッテリーとか大事なもんこう入れといて、このメインのところはね、まあ、他の荷物を入れていくっていうようなスタイルで、これもやっぱりスタイリッシュですよね。こうやってパッと見てもらうと、ちょっと今上の方に上がっちゃってるけども、全部ね下に降りないようになってるんですよ。荷物が下に下に降りひんようになってるから、こう持ってても重たく感じひんというかね、まさかこんな荷物入ってたんですかっていうぐらいね軽く感じるっていうのがまあ特徴的であったりするんですけども、リュックってあんまり重さとかどうでもよくて、どっちかって言ったらここのクッション性僕結構大事にするんですよね。それ考えた時にこのアローはね結構分厚いじゃないですか。でしっかりしてるでしょ。でこういうダウン着てる時はいいんやけども、こういう T シャツとかだけになった時ってここがねめり込んでくるんですね、肩に。痛いやないかと、わし肩こりこれでひどなったやないかいと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱこれぐらいクッションがあると肩こりしづらい。だそういうところで言うとね、クッション性の良さっていうのはこのアローもそうやし、最初のミステリーランチもそうやし、まあブラックエンバーとかもそうですかね。そのあたりがね、クッション性楽に持てるかなと思います。そしてね、いよいよ最後になりました。お待たせしましたということで、こちらがですね、アークテリクスのマンティス26という名前になってます。マンティスというね、バッグが結構多いんですよ、アークテリクスは。こういうリュックもマンティスっていうし、こうちっちゃいボディバッグもね、マンティスって言ったりするんですけどもね、覚え方は至って簡単でございます。どうやって覚えるかというとですね、マンティスの前に O をつけてあげるんですね。それだけで卑猥な言葉になるということで、もうそれで一発で忘れないですよね。男性の方だったら特に、マンティスの前に O をつけてあげてください。それだけでさっきまで全く覚えられへんような名前やったんけども、一気に覚えやすくなるよねって、言ってみましょう。オマンティスというんですけどね、もうそれで頭から離れますよね。これがオマンティスリュックになっております。一回背負ってみるとですね、こんな感じです。結構良さげな感じでしょ。さっきのアローとこう二分化するんかなと思うんですけど、こっちのはねマンティスの方に関してはこう、まあ、防水はないんですよ。だからもう濡れちゃう、もう絶対濡れるんは濡れるんやけども、値段もね2万円くらいで購入できるってことで、さっきのアローが3万円くらいするから1万円くらい安く購入できて、なおかつこの開けた時とかもね内側が全部グレーなんですよ。でこのグレーがね、はグレーがどないしたんと、それが別に何の違いがあるのと思うけど、この中も大体リュックって黒でしょ。その時ってどこに何があるか全くわからんのよと。でごちゃごちゃしてて黒やったらもう何かわからんねんけど、こういうグレーやったらね一瞬で物の何があるかわかるでしょ。例えばこんなんてね、もうリュックの中に入ったり、これカメラのねレンズの
カバーなんですけど、こんなんとかってもうリュックの中入ったらおしまいですわ。ただこういうグレーの中にねポンってあったりしてね、あら一発でわかるやないかと。そうそう、これを探しててんってすぐ見つけるでしょ。これがマンティスのいいとこなんですけども、僕もねブラックエンバーを持つ前まではこれ一軍として使っておりました。まあこういった感じですね。見やすいですよね、中に何があるか。もちろん PC とか入れたりとかもできるということなので、まあ今回ご紹介したのって基本的に大人の方が持つこと多いと思うんですけど、書類も入れれるし、まあ PC とかもほぼ入れれる、 iPad も入れれるし、で細かいところもあったりするんですけども、あとはじゃあ防水性がいるのかいらないのか。だいたいリュック持つ方って外で移動されてると思うので、防水性ってあった方がいいと思うんですけどね、僕はね。でいずれは激戦したリュックっていうのもご紹介しようと思ってるんで、まあそれでね、僕が考えるリュックの最高峰ってこの辺ですよっていうのをね、まあ3つ4つぐらいね出していこうかなと思ってますので、気になる方はね見ていただければいいと思うんですけども、まああとはご自身の生活にどこまでこう合ってくるかということで、ここまで動画を見ていただいてね、覚えていることで言ったら、まあオマンティスしかないんですよね。最初からずっと見ていただいても、とにかくもうほぼ最初のミステリーランチなんか覚えてないし、ブラックエンバーなんかノーサイズのデザイナーとか言ってたな、いやそれよりもオマンティスなんよということでね、ここで終わっていきたいなと思いますので、本日はですね、僕が持っているリュック全てをご紹介していったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。